レッドエンサインまたはレッドエンサンはイギリス商戦機の名称。別名レッドダスター。赤字の左上隅にイギリスの国旗がデザインされている。用途により無地の部分に紋章や星などが配されることもある。また時期によって左上隅にイングランドまたはスコットランド国旗を配したものも存在した。17世紀前半からイギリス海軍によって使用され。 1674年にチャールズ二世の直令によりイギリス商船によっても使用された。当初はイングランド国旗を廃したデザインであった。同時期にはスコットランド海軍でも同様にスコットランド国旗を廃したものが用いられた。1707年にイングランドとスコットランドが合同し、グレートブリテン王国が成立するとカントン部にはユニオンフラッグが廃された。さらに、 1800年の合同法により、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立すると、ユニオンフラッグの更新に合わせて、デザインも更新されている。イギリス海軍においてもレッドエンサインをはじめ、ホワイトブルーの3色が用いられてきたが、1864年の直例により、使用法が整理され、レッドエンサインは商船用、ホワイトエンサインが海軍用、 ブルーエンサインが政府及び海軍予備役用とされた。原則としてイギリスにおいては現在でもこの分類が使われている。国旗、商船旗ではないがレッドエンサインを現在使用している例。ありがとうございます。